西雲国物語は、雪のシャイの少女向けライトノベルを呼び、これを原作とした漫画、テレビアニメ作品である。角カ川カビーンズ文庫より、2003年10月から2011年7月までに、刊行されている。差し絵は、アンジェリークのゆらかいり。本編は、単行本書き下ろし、外伝がザ、ザビーンズ、ゆらかいり作画によるコミックが、月刊アスカにて、 掲載終了とともに完結した。架空の国、最運国を舞台とした、中華風ファンタジー架空歴史小説、等の賛成六部を参考にしている。管理東洋試験である国見は家境をモチーフとしている。また多くの制度は、東大のものを下地としているが、東大にはまだ実施されていない電子など、若干の相違点がある。婚姻は、夫婦別姓式であり、子供は、 父親の姓を名乗ることが多い。一部ではあるが、登場人物の名前やエピソードは、式や、三国志などの中国の歴史書と、三国志演技や、水古伝などの中国の歴史小説をモチーフしている。作者曰く、面倒なので、都合良い箇所を抜き出しただけで、中華風でも中華風歴史でもない。2020年5月時点で、累計発行部数は660万部を、 突破している。ライトノベルとしては珍しく、高齢の女性にも人気がある。架空の国、西雲国を舞台に、名門校歌直径長尾めながら、貧乏生活を送っている紅れい修霊が、あるきっかけで、管理になりたいと一度諦めた夢を追い求め、叶えようとする物語。倉くんを演じていた、隆気や、王の側近である高優らの尽力によって、管理となるも、 修復に大抜擢されたかと思うと上官に落とされるなど、器用方変の激しい人生を送る。その過程で建国にも関わったとされる、彩り八千にも関わってゆくが、おおよそ期間順に、ストーリーの時系列は進められている。外伝とドラマ CD の時系列はバラバラで本編の間に入るものもある。回想の部分の時系列は省く。アニメは、 若干時系列が違う。二重括弧は小説期間タイトルを指す。本編外伝連作短編集差し担当の浦帰りがビーンズエースに相関より連載していたが、休刊により月間アスカに遺跡不定期掲載されていた。NHK 等で第1シリーズが2006年、第2シリーズが2007年に放映された。ドラマ CD や音楽 CD。 ウェブラジオ、アニメブックなどは、最運国物語関連商品を参照。ありがとうございます。